DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目お疲れ様です。お疲れ様です。本日もノリクエックスにいろいろとちょっと世界の話を聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもうちょっと先日も言った中国のお話、はい、もう中国のデタラメさをちょっと教えてほしいなと思って。わかりました。はい、じゃあまず自分が中国に行ったきっかけを話してもよろしいですか。はい、はいはい、まあ自分バイクを売って、まあ、実は中国に行ったんですよ。でなぜ中国に行ったかっていうと僕お金が全然なかったんですよ当時。お金がなくてお金稼ぐには何をすればいいかってことで中国で物を作って安く作って高く売れば稼げれるって気づいたので YouTube を見てそれで僕バイクを売って30万円握りしめて中国に行ったんですよ。それがいくつの時ですか。それが23歳の時です。すごいですよね。はい、30万握りしめて中国へ行きました。でその時って中国半日だったんですよ。イオンとか行ったらバリバリに壊されたりとか日本車とかバリバリでもう現地の日本人が結構目のねすごいやられてた時代やったもんで目の敵にされて、そんな時でも逆に自分はチャンスやと思って、ここで行かんかったら自分変わられへんと思って僕はもうバイク打って自分の好きなことやめて、行きました。まず中国のどこですか。最初は自分上海に行きました。はい、上海に行って、まあ、EU っていうとこがあるんですけど、まあ、新幹線で3時間ぐらいのところで着くんですけど、はい、その EU っていうのが東京ドーム67個分の、まあ、広さがある世界最大の問屋街福田市場っていうところがあるんですよ。問屋街。そうなんです。もしかしてそれってコピーばっかり売ってるんですか。いやコピーじゃなくて全然もう普通に例えば100均の商品とかドンキホーテで売ってるものとかいろいろもう売ってるんですよ。それこそイオンの商品とか東京ドーム60何個分。はい、めっちゃでっかくないですか。そうなんです。もうむちゃくちゃでかいもんで僕これはチャンスやと思ったんですよ、はい、絶対に自分買えるにはここしかないと思って、はい、はい。そこで、まあ、中国に、乗り込みました。まず30万で何買ったんですか。まずですね30万って言っても、まあ、パスポート取るのに約2万円1万5000円が2万円ぐらいかかるじゃないですか、まあ、2万円として交通費とか合わせてで28万円じゃないですか。スーツケース1万円で買って27万円、ね、で、往復代とか、まあ、ツアー費が10万円かかった。そう考えると20万円切ってるんですよ、その20万円を切ったこの、残りの金で俺は何もできるんやって思いつつ、まあ、現地を、まあ、とりあえず行ってみようと思ってもう死んでもええわと思って行ったんですわ。そしたら、感動しましたね。まず、まあ、ちょっとこんな言い方したらあれかもしれないんですけど日本人と比べて中国人の方ってハングリー精神がむちゃくちゃ高いんですよ、むちゃくちゃ頑張ってるんですよ。なんでかっていうと国が保証してくれないから自分で稼がなきゃ食っていけれないんですよ。そうだからその精神を見てわーすごいこの人たちやばいなと思って俺も頑張らなあかんと思って燃えてきたんですよ。そこで、まあ、市場行きましたと。そしたら日本で、まあ、物は言えないですけど名前は日本の市場で売られてる商品の価格が10分の1とかで商品売られてたんですよ。例えば日本で1万円とかで売られてるものが1000円2000円で売られてたんですよ。でこれは送料とかね関税とかいろんなね販売手数料とか全部引いても絶対利益が取れるってその時の自分は頭の中で分かりました。今から20年あ今から、僕23歳の時なんで、はい、7年前ですね。7年前で、はい、でも今もドン・キホーテで売ってるの大体 そういうとこから来てるもんですよ、はい、ドン・キホーテ安いですもんね。安いですね。でもそれよりも本当にもっと安い、はい、もっと安いです。もうドン・キホーテの5分の1とかの価格ですね。そこで何を自分はやっぱり普通の商品とか売っても儲からないと思ったから需要がある商品を仕入れようと思ったんですよ。例えば需要がある商品、例えばその当時って、まあ2013年とかやからみんなスマートフォン使い出したかそれぐらいの時期やったと思うんですよ。 iPhone とか iPhone ケースが絶対売れると思って、で自分は iPhone ケースを、まあ、仕入れて、まあ、OEM っていうんですけど自社カスタムって言って、まあ、自社のロゴブランドを印字をして、販売するんですけどそれをノーブランド品から、ブランド品に変えれるんですけど、まあ、それを、Amazon で販売しましたと。でそれでは SEO 対策って言って検索結果で、まあ、上位表示させる方法があるんですけどそれも全部学んで中国行って一人で学んで日本帰ってきてそれやったら、まあ、とりあえず次30万稼げました。まず
とりあえず最初に、うん、売れたってことですか、ね、あもう売れました、はい、で売れてその後に、まあ、やっぱり何だろう、自分がも、何だろう、自分がもっともっと売りたい商品、うん、それって結局便利グッズ売っちゃったから、自撮り棒とか iPhone ケースとか、うん、もっとかっこいい商品、ええ商品ないかなと思って、うん、当時あのスタッツブームがあったんですよ、うん、はい、かっこいいですよ、でルブタンみたいですね、ルブタンがまだこれをやる前らしいです、そうです、でここにも自分のマークがあるんですけど、うん、はい、X の、うん、これをまあ印字、まあ、これを OEM って言うんですけど、はい、まあ、これも当時なかったもんで、うん、iPhone ケース、仕入れてスタッツつけて中を赤にして印字して、まあ、自分の商品にして売りましたと、そしたら、毎月1000個売れまして、まずすごいですね。それは通販とかで、はい、通販で、はい、もう通販で毎日もう注文の嵐で、なぜかというと扱ってるのが僕だけやから独占販売できてましたね、はい、けど、まあ、一個言えるのはパクリ屋がすぐ出演してしまう、まあ、そうですね、売れてしまうと、うん、何でもそうですよね、うん、はい、そんな感じで、まあ、世界中に僕の商品のコピーが出回っちゃいました。それはやっぱ中国でコピー作って売られちゃうんですか。そうです、そこがちょっと怖いところです。そうですよね、うん、しかも面白い、びっくりしたのが、僕は、あ、他にもいろんな工場で作ったんですけど、財布とかも作ったし、うん、iPhone ケース以外で、財布作った工場で、あの店もやってるんですよ、その店に僕のマーク、店作ってくれたところに僕の商品売られてたっていう。あ、でもでもそれはもう、あの中国もそうだし韓国もそうだし、うん、うちも洋服作ってた時にやっぱり一時すごい売れた時期があったんですけど、うん、あの例えばじゃあ革のジャンパー作るじゃないですか、でサンプルができて、で先生とかも作ってたじゃないですか、であれ見本ができるじゃないですか、でこっちはまだ見本で発注してないんですよ、発注してないのに露店に先生のジャンパーも出てるし、うちのジャンパーも露店で売ってるんですよ、で工場のやつが余分に作ってもう露店で売ってるんですよね、まだうちは発注かけてないんですよ、はい、見本の段階でもう販売されてるっていう。でもそれをやっぱ仕入れに来る人がいるんですよね、やっぱり。そうです、先に、はい、先にっていうか、もう普通に正規で販売される前に、うんうんうん、そうですね、だからやっぱある程度売れてくると、うん、もう露店でもうそのコピー商品が、コピー商品じゃないですよね、あの発注して注文してるもんなんで、うんうん、本物なんですよ。そうですよね、はい、それが先に、うん、あの発注してる人よりも先に売っちゃってるんですよね。でも中国とか韓国ってやっぱそういうのが多いですね、特に中国は。はい、そうですね、絶対こう日本、まあ、流行ったものっていうのは中国でバーって作って、ね、やっぱり コピーじゃないですけど、そうですね、そうですね、本当に。ちなみに中国はどれぐらいの期間いらっしゃったんですか。はい、僕は、最初、一番最初は3泊4日だけだったんですけど、そこから頻繁に通うようになりましたね。まあ、1ヶ月行った時もあったし、住んでた時もありましたね。はい、命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透ね、逆欲望捨てたら揃った好奇心、そう過ぎた気温より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業なサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、We'll be right back.